柿沢大輝と龍之介でやっていきます。よかったらぜひ少しでも聞いてってください。よろしくお願いします。僕を待ってる。
と描いた夢立ち止まる僕のそばで優しく開く笑顔のようなつぼみを探してる。空に少しでもね聞いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
お次は愛さんのストーリーという曲をお送りします。できるのだろう。言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから私を守るから強くなれる。もう何も怖くないよ。時がなだめてく痛みとともに流れてく日の光が優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから何かあるならいつでも頼ってほしい。疲れた時は肩を貸すから。どんなに孤独じゃ重い扉も共に立ち上がればまた動き始める。一人じゃないから私が君を守るから。あなたの笑う顔が見たいと思うから。時がなだめてく痛みとともに流れてく日の光が優しくて出してくれる。時に人は傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから。ずっと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 諦めないで。一人じゃないから私が君を守るから。あなたの笑う顔が見たいと思うから。時が絡めてく痛みとともに流れてく日の光が優しくて出してくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。滝沢大樹と龍之介でやってます。よかったらぜひ少しでも聞いて